土佐打ち刃物っていうのは、モロハっていう鉄に鋼を真ん中に入れた、まあ、刀と似た作りで鉄で鋼を包んでいるので案外とあの刃こぼれがしにくく丈夫であるっていうことが特徴です。一丁一丁火造りをするので好きなお客さんの好む形に一丁ずつ作れるということで、まあ、自由鍛造っていいますか、そういうお客さんの要望に応じた品物が作れるっていうことで発展してきたんです。火造りの温度、それから焼き入れの温度、温度の管理を大事にして、切れるようにいつも切れるようにと思いながら作ってます。